はい、こんばんは。こんばんは。ここどこだと思います？まあ、僕の家なんですけど、はい、百切りを目指す自分としては家に練習場を作ってみた。お、どうだ。すごいですね。最初シャンクすると思ったから、こっち側もでかい方がいいかなと。もうね、今となってはね、こんなんだけでいいんだけど、ついに気づいたの最近なんだけど、今日の話はそこじゃなくて、はい、ついにそれを完成させるものが届いた。これスカイトラック。ほう、なんか聞いたことあります。スカイトラックあります。で、これ見たことあるでしょ。これシミュレーションですね。そうこれね。とりあえず斉藤さん、これ使ってみてくださいよ。ここにボールをセットして、そう、お、なんか出た。あ、飛んでった。そうで、7.1 や。打ちます。10 8.4。 おー、意外と言ってない。こういうのをやっていきたいわけですよ。ちょっといっぱい打ってみて。すごいいい練習じゃないですか。これ PGA も推奨してるらしいんですよ、日本のプロゴルファー協会。だから精度は結構正しいらしいですよ。普通に練習したくない。15。どう？ 12.9。 お、全部まっすぐ飛んでる。これ20いったんじゃないですか。15。 15.0。 お、そう、ピタリ賞。ここにちょっとお伝えしたいのが、ボールスピードがここに書いてあって、クラブスピードがここに書いてあって、サイド、これが多分左、右回転か。で、こっちがバックスピンが2600っていうふうに書いてある。じゃあちょっと普段どんなことやってるか見せてください。はい、あ、46度でね。そう、46度でアプローチするらしいですね。この前ゴルフネットワークで出張行った時に、飛行機で白戸由香さんのプレメンレッスンってやってて、こうやってやると上手くなるって言うから、あ、46度で10ヤードを手前から転がしていくっていうのを勝手にやってる。あ、難しいね、片手は、うん、こう乗っかる感じ、うん、で10ヤードをだいたい20キロくらいやって、球掴んだなってなってきたら、このくらいで30度くらい打つかなって決めて、30ヤード？うん、強い。今何ヤードですか？今 25.4。 あ、こうだっていう練習をね。せっかくだから、なんか内訳やってみるの、どうなの。30、50、70、うん、安定して打てるか、普段の練習成果が出るか。そう、まず30ヤードからお願いします。30ヤード、それいいこと言うね。20じゃん。19.4 ヤードです。でしょ、まあ、次行きます。次どこね。次50ヤードです。じゃあ50ヤードはこのくらいね。このくらいね、力を抜いて、ちょっとダメだ。じゃん、30.7 ヤード。次、70ヤードです。70ヤード、はい、70ヤード無理だ。70ヤード、うん、行ったんじゃない。ちょっとここに当たったけど、65.6 ヤードです。行った。最後、お、何、そこまで、うん、100ヤードいいんじゃない。70.6 ヤードです。70だった。まあでも今の当たりは良かったんじゃないですかね、うん、でも本当にこの100ヤードの練習とかじゃなくても、うん、70ヤードとかもう本当腰から腰、うん、で、いろんなクラブを使って70ヤードを体感してみるとか、例えば風に強い、風に負けない球を低く70ヤードで打つ練習とか、そういうのとかできるようになると、もっとバリエーションが。で、
そういう話になると、例えば家の近くの練習場行くとするじゃないですか、うんうん、その時に3階とか2階とかにいたらどんだけ飛んだか分かんないじゃないですか、うんうん、で練習場モードっていうのがあって練習場のレンジボール用に変わってくれるんだって、これが変えて打つと大体このぐらい飛んだよっていう感じで結構の正確性で出してくれるんで、結構都内、そうですね、うん、ロッテ葛西ぐらいまで行かないと、ロッテ葛西でもさ結局3階で打ち放題とかやってたらさ距離感がね、そう、入れとけばいいだけじゃなくてコンパクトですもんね、1個だけですもんね、周りに他になんか、うん、いらないいらないで、 Wi-Fi でそれと iPhone とつなげてアプリ起動するだけ、え、 Wi-Fi でつなぐんですか、あのここから Wi-Fi が出てそこで Wi-Fi で受信する、ね、Bluetooth じゃなくて Bluetooth じゃない、へえ、そうじゃなければこのルーターとこれくっつけてあのパソコンとつなげたりとかもできる、パソコンにつなげると何が見れるんですか、あでパソコンで別売りでこのセンサーと別売りでパソコンを買うとシミュレーションゴルフそのものができる、このセンサーとは別にパソコンを買う、そう、専用のパソコン、パソコンを買う、うんうん、家でねただただ打ってても、うん、あれ今何ヤードぐらいって思って打ってるけどみたいにならないですもんね、うん、データが見れるし、うん、おーだいたい今15ヤードいってたんだ、うん、サイドスピンとかもちゃんと取ってくれるから、うん、ボールの弾道とかも取ってくれるから、低めなのか高めなのか、左側に飛んでってますね、蛍光見ると、そうこれ大体これも使うと左に飛んでます自分の場合は、でこれの練習の成果がね100切りにつながるもう1点ってことですね、そう、まあでも本当グリーン周りが一番大事ってコメントが来てたんで、うん、いい練習器具をゲットしたんではないでしょうか、これでもうほぼシミュレーションゴルフですよ、これシミュレーションゴルフですね、もう完全に家でできるでしょ、しかもアイフォンと一緒になってるでしょ、うん、で正確性あるでしょ、うん、PGA ですよ、うん、でこれでいくらだと思うっていう話でこの動画落ちになる、これで、うん、正直この辺は想像つくんですよ、いくらぐらい、10万いかないぐらい、ちょっと一応持っていいですか、うん、お、軽い、あ、でもちょっとしっかりしてる、でもそんな重くない、一応これ球がシャンプーした時のためにプロテクトもあるって言ってた、100万100万100、うん、10 108万108万ね、それ練習場を作るためだけに108万払うバカな男が目の前にいるとはい、うん、正解は27万、これ100万じゃなかったです、5分の1、そう、めっちゃ安いんです、これ2万5000円くらいだった、あ、これもすごく2万くらいだったと思う、じゃこれだけで8万もしないじゃん、そう、これ4万2万しなくて、これで距離の練習できるんだったら別にいいんじゃないけど、練習場持っていけるし、うんうんうん、練習で3万になんかいいボールだったどうだったとか言ってなくていいじゃないですか、これどんだけスピンあったなとか分かるじゃないですか、うん、ただ、はい、練習に30万使うかっていう話はどうだと思います、だって他のさ練習に30万使うかどうかは人によるけどね、そうですね、うん、ターゲットモードってのもあって、うんうん、4人とか5人とかで何ヤードを競うとかいうモードもあった、へー、うん、じゃあいろんな遊び方ができるんですね、ちょっと考えれる値段ですね、そうでしょう、ボーナス1回とか給料、お給料1ヶ月とか我慢すれば手に入れて何日目とかですか、今3日目、どうですか、実際使ってみて、そうね、これがあると思いっきし振ろうって思っちゃう、最初飛ばしたくなる、違うと、ちゃんと当てなさいと、うん、室内だと周りの迷惑かけんかと思って、ちゃんとこう、なんていうの、ちゃんと当てようって、こう体でちゃんと当てようって、こう腰でちゃんと当てようとかなんて言った、3日だけどもうすでに成果が出てきてると思うよ、でも本当に大事なのはここのここだけなの、芯にボールがいかに捉えられるか、あとね46を使おうって思ったのこれ3日目だけど、最近ずっと思ってて手前で落としたくなってきたの、ずっと、うん、グリーンエッジに置いてところでいいと思ってて、ランを計算するそうで、カラーから出たやつも全部46か9番にしようっていうのを変えてきてんの、今52度も58も難しいからやめたって言ってなってきて、9番と46と使えるようになってきたから、これでカツンって当てるのがやりたいの、だからいいじゃん、うん、まあ、100切りのためにいろいろやってるってわけですな、はい、そんなの無駄だっていう見てる人は思うのは分かるんだけども
いいんだよ、こうやってまあでも、ゴルフはね、いろんなそれぞれの楽しみ方があるので、うん、これもまた一つの楽しみ方で、これからの動画はこれ何回か出てくるからね、練習場でこれ使ってみたとかやるからね、はい、うん、持ってこうぜ、はい、はい、では、今日の動画内容は、兄が100切りするためにスカイトラックをゲットしたという動画でした。皆さん、まあいろいろ賛否両論といいますか、そうね、これやってくれとかあれやってくれとか言ってくれると嬉しい、そういう動画作りたい。そうですね、まだ使い方もいまいち分かってないと思うので、うん、家でこういう風な使い方あるよとか、うん、その練習じゃなくてこうしろとか練習あるよみたいな、うん、コメントもいただけると嬉しいです。で、僕もスカイトラック使ってますとかいう方もいたらどんどんそういうのを書いてほしいです。今回の動画はいかがでしたか？チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントもどしどし募集してますので、ぜひたくさん書いてください。ではまた次の動画も楽しみにしててください。さよなら。